戻ってまいりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。1泊2日もうとにかく取れるしこ取ろうという企画変更しながらも取れたのはこちら。すごいよ。コイはゴンちゃんが釣ったコイか。これは体験して取ったエビからのトップオで、こっちがコチェからのアジで、これらを使って豪華料理をしようという企画でございます。で、これらね、みんなでさばこうっていうことで、みんな鉢巻き巻いてるわけですよ。はい、はい、はい、で、ここでですね、役割分担しようかと。はい、はい、はいよ、はいよ。じゃあここはですね、ゴンちゃんが釣ったやつね、こいつを3品に作ります。ゲソの部分もボイルして、食べれるようにすることと、身の部分、ここも肝炒めの部分と刺身の部分はちょっというふうな3品に出します。これ、こっち、はい、こっちをスン君にさばいてもらいます。うん、刺身にこちらアジ2匹、これはね、ジローちゃんと、イッチ、はい、はい、さばいて刺身にしてください。はい、こいつはまあ終わってもさっさ行った人がということで、豪華料理を作るぞー。ベラマーイ、ベラマーイ、ベラマーイ、炭がね、恐ろしい。そっちに行っていいですか。さあ、これね、まあ目標40分。40分、はい、よし、どうぞです。これ肝が美味しいんです。肝が美味しそう。美味しいよ。はい、味さばいてます。味さばいてます。ちっちゃい方が失敗しても食べる分は少ないの、仕方ないから。そういうことですね。そうだよ。おおおおおお、はいはいはい、大丈夫ね。どうですか。はい、え、大丈夫ですか。大丈夫ですかね。ゴンちゃん喋らないですね。ゴンちゃん喋らんね。喋ります。今何をやられてるんですか。知られたのかよ。今ね、魚さばいてるところです。顔が引けた。皮が、うわ、これやばい、これやばい、これやばい、また。いや、皮がね、全然ダメ。皮が剥げないんです。皮が剥げないんです。これどういうこと、これ。これどうなったって、これ。これどうなったって、これ。もう、避けちゃったんです。とどめさせていいんですか。はい、弱くなってるもんね、俺ね。弱らせたね。さすが、その先輩です。これは肝炒め。そうです、肝と炒めるやつ。これ、でこれも炒める皮の部分です。これ沸いたかな。沸いたら、こいつはボイルかける。いいか。お、くんくんが刺身を切るよ。おお、刺身を切る。いや、盛り付けができないですよね。すん先輩、刺身作ってるよ。ほら、すん先輩が刺身、ほら。これがすん先輩が釣ったコチさんですね。コチですね。ジローちゃん上手。ジローちゃん上手。ありがとうございます。それを見てる、なんだっけな、太郎ちゃん。太郎さん。もう全然違いました。別人になっちゃった。五郎ちゃんです。五郎ちゃんですね。あ、違う。自分でも間違える。ゴンです。シドニーがいいんじゃないの。肝炒め美味しいっすよね。こう。わお。疎外感。ブルコン。はい、こちら肝炒め、肝炒め完成。美味しそう。はい、一品目。これもよろしく。これはボイルしたゲソ。ゲソ。プリンプリンですね。これ超プリンプリンっていう、これ。すごい。はい、完成。2品目。2品目完成。早い。早い。どうですか、ジロー先輩。これは茹ででいいんですか、トップは。ぼちぼちうまくいけたんじゃないかっていう気がします。はい、洗い終わったので茹でていきます。はい、トップちゃん、トップちゃん、トップちゃん茹でてます。あ、で、これが伝説の味ですね。はい、これどうしようか。次の刺身やろ。大きめに。はい、完成です。綺麗にできてんじゃん。そうじゃん、素晴らしいよ。 ありがとうございます。このアジの崩れてるのは僕のせいじゃないです。そうそう、綺麗に切ってたの。いや、全部ね、僕の思ったのに。僕の腕が悪かった。ごめんなさい、そうやって言われると違うんだな。言い返してくれ。
その前にちょっと見て、かき揚げ、本当一人前。一人前ですね。一人の人だから、数千杯。いただきます。すんくんよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ごめんなさい、ちょっと言わせて。タラちゃんです。むちゃくちゃタラちゃん3名タラちゃん3名行ってくるです。いらっしゃい。うわ、上がってる。よいしょよいしょ。おいしそう。いいな、ね、これそれ。これもう吹き出してますけど。吹き出してますね。はい、冷静な冷静な観察したね、うん。はい、エビのかき揚げ、美味しそう。すごい、1人分だったらちょうど十分でしたね。すごい、なんか1人分にはぴったし。美味しそうじゃございませんか。そうですね、先輩だけが食べれる。ああ、もう勝者のかき揚げ、よし、終わった。これで終わりじゃないですか。終わりました。トッポがまだ、トッポがトッポはそれ何分入れてるんですか。知らん。あ、勝手に茹で上がってる。そうですね。誰が入れた？そこ。やっぱそうやろ。やっぱそうやろ。何分言う。適当に言うよね。ちょっと待ってくださいね。18分ぐらいじゃないですか。じゃあ、はい、何分入れましょうか。はい。トッポの茹で時間ですか。絶対しない。ここが質問するか。はい、トッポちゃん完成ですね。はい、トッポ完成。はい、トッポ完成。はい、食おうぜ、ほら。はい、できたー。めちゃめちゃ豪華版やん。すげえ。当日かけていろんなものを釣ったり取ったりしてきたね。じゃあ座ろうぜ。はい。ということでできましたー。はい。ポンちゃん汗結構かいてるね。In English, please. よし、食べましょう。行きましょう。はい、行きましょう。いただきます。いただきます。さあ、晩ご飯ですよ、我々の。あ、もうこれ、こういうスープだったのか。ああ。チャレンジ袋かぶってやってくれ。いいっすか、これ。これ絶対うまいですよ。全4人、5人、4人だった。どうぞ。いい音。いい音。うまい。この疲れた体に油がやばいな。エビうまっ。そして甘っ、甘いありますね。甘い、うまそうね。うまそうね。で、あとこれ坊ちゃんが邪魔ですよ。ほんとだ。これもうずっと食べたかったんですよ。これちょっと少ししたからかき混ぜて。いただきますぞ。はい、いただきます。うん、おいしいね。あ、うまっ。唐辛子はガッツリ。おいしい。うまっ。うまっ。お酒はどこだ。うまい。うん、すごくこれちなみにボイルしたやつ、マヨネーズ、これもうまそう。うん、美味しそう。うん、ゴンちゃんありがとう。ゴンちゃん、これいっとくよ。うん、うまい。本当にテンション上がりました、これ。めっちゃ嬉しかったもんね。刺身もいただきますか。あ、綺麗にやるね。うん、すんくん作。すいません、ちょっと盛り付けは。うん、うわ、うまっ。うん、食感も味も素晴らしか。なんか今まで淡白と思ったけど、な、淡白の中に甘みがすごく、甘みがすごい。あ、うまい。あ、おいしいね。少しうまっ。うまい。もう食おうか。お願いします。いいですか。はい、もうとりあえずじゃあ一旦こう締めて、ゆっくりですか、飯食いましょう。一泊二日取れるだけ取って、豪華な晩飯を作るっていう企画は面白かったですね。はい、みんなで手分けして作るするプランまでいくし、でね、それで集めたとばさ、今度はお米さばいてくれたら、ここ居酒屋ごっこで、ここにみんな座って飲みながら、あ、取ってきたものを食べながら飲むとかいうのもあるじゃない。ということで、そういうプランが、まあ、ありかなと思った方は、高評価を、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、デレフとかよ。ひとかすか。あー、カオル君に緊張が走る。緊張が走る。やばい、どうしよう。もういなかったらどうしよう。行ってこい。ストップ。はいはいはい。あ、どん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 。入った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 。でかい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 、すげえ。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。
時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。